ドクター山本の血管老化を防ぐお料理教室始めまーす。本日のレシピは美白のコールスローを作りたいと思います。食材ですけど、キャベツ1/4 593g もあるので、2人前とすると1人 300g になるので、1日の厚労省の野菜推奨摂取量が 350g なので、コールスロー今日作った分1枚食べると1日分の野菜取れます。で、あと人参、色が綺麗なんで人参使いますけど、ちょこっとあればいいです。約1/4、シーチキン L です。これ一応油漬けで塩分入ってるやつで、一缶で 1.5g 入ってます。だから今日半分使いますので、これをメインの塩味にしようと思います。塩もみに使う塩と砂糖を使うと甘みになるし、まあ、水も意外に出て塩分減らせるんで、これちょっとおすすめです。ドレッシング系はギリシャヨーグルト、世界の5大健康食品に入ってて、普通のヨーグルトの違いは作る過程で途中で水分を抜くので、ちょっと濃厚なねっとりした感じ、クリームチーズに近い感じで、これドレッシング使うとマヨネーズみたいな感じ、いい感じでできます。あとオリーブオイル、オメガ9脂肪酸、すごく体にいいです。爽やか感出すため、リンゴ酢と酢はちょっとツンと含むので、それを和らげるために蜂蜜酢、マスタード、ブラックペッパー使います。キャベツ千切りにします。軸は軸で細く切って、キャベツ千切りですけど、包丁でうまくできない人はスライサー、僕もちょっと包丁できないのでスライサー、よいしょ、こんな感じで上手にスライスいきます。じゃあ次、人参いきます。ちょっと表面だけ軽くやって、皮はもうそのまま、これもスライサーで。人参スライサーでやったら、重いのが上手にできました。野菜のえぐみを取るには、水と一緒に出します。本来は、邪道かもしれないんだけど、これ火通しちゃって少し。野菜の水抜きを、ちょっと時短で、レンチンいきます。500ワット、2分。まあ少し、しんなりしたぐらいの感じ。なんかちょっと温まった感じですね。塩で水抜きをするんですけど、キャベツ9割型水分です。塩をあんまり入れると体に悪いので、普通の一つまみの半分ぐらい。砂糖も実は水分は浸透圧で水が引っ張ってくれるので、これ意外とおすすめ。塩分を減らすという意味ではすごく良い。で、甘みにもなるんでちょうどいい。かき混ぜたら15分待ちます。時短でレンチンしたので15分も必要なくて10分です。ちょっとしんなりした感じで、水を絞ると少しずつ丁寧に切って、結構出ますね、これ。出ますかね。だいぶこのしんなりとなってきました。それらしい形に絞れました。キャベツと人参絞れたので、シーチキン。これちょっと塩分が入ってるので、塩味はあまり入れなくていいはず。結構量多いんで、シーチキン入れる。半分ぐらい入れます。油は、オリーブオイルの方が美味しいので、なるだけ入れない方が、魚臭みがないな。シーチキンってマグロなんですけど、魚食べると昔頭が良くなるなんて、コマーシャルがありましたけど、まんざらそうでもなくて、オメガ3っていう飽和脂肪酸が体に良くて、脳細胞飽和作用がある。EPA っていうのはお薬にもなってて、冠動脈疾患ですね、心臓病、抑えるのは間違いない。中性脂肪も下がります。ギリシャヨーグルト。ちょっと水分が少ないです。これ本当にクリームチーズみたいで美味しいので、たっぷり。大さじ4。オリーブオイル。大さじ2。これも体にいいので、なんかヨーロッパの方では、病気になると舐めるわ。傷ができても塗っとくわで、万能みたいですね。リンゴ酢。普通のお酢で全然構わないです。大さじ2。酢のツンとした感じを消すのに、体にもいいし、美味しいし、ちょっと入れておきます。で、味見して調整する。味の素。舐めてみると、実はちょっとナトリウムついてるんで、ちょっとしょっぱいんですね。1、2、3、4、5。クレジソルト。これを5振り。1、2、3、4、5。マスタード。これ結構、たくさん入れるけど、全然辛くないんで、たっぷり。ブラックペッパー。あんまり入れすぎると真っ黒になっちゃうんで、ほどほど。美白のコールスロー、完成です。美白のコールスローを試食したいと思います。至ってシンプルなレシピで、油も体にいいのしか使ってないし、本来だとマヨネーズがレシピとしてはマストかなと思うんですけど、あえてマヨネーズなしでやってみました。ちょっと食べてみます。自信はあるんだけど、ちょっとドキドキしますね、これね、食べるの。食べます。普通に美味しい。普通のコールスローと一緒の感じ。ちょっと優しい味ですかね。レストランの前菜に出てきそうな味です。たくさん食べれば食べるほど美白になるかも。ビタミン C たっぷりです。これはこれですごい優しい味で美味しいんですけど、ちょっとビール飲めそうもないので、味変いきます。ブラックペッパー。ちょっとこれで大人の味、コク出しましょう。粉チーズ大好きなんで、たっぷりかけます。美白のコールスロー、大人の味変、どうですかね。これはパンチ効きましたね。白ワインむっちゃうまそう。ワイン、ください、一杯。お願いします。皆さん食べてみや。